はい、皆さんこんにちは。今日はですね、くまみが寝ております。あ、起きてるかな。ちょっといびきかいて寝てんのか起きてんのかちょっとわかんないですけど、うちにはですね、くまみとラテとマロンの3匹ダックスフンドいます。で、肉球をちょっと見ていきたいと思います。3匹ともね、肉球どういう感じなのか、気になるので、くまみからいきたいと思います。はい、じゃあくまみの肉球を見てみます。こんな感じですね。肉球、まあちょっと毛生えてきたかな。こんな感じです、くまみの肉球。ツルツルです。最初ね、ガッサガサだったんですよ。もうガサガサギシギシで、いや、これは乾燥しすぎて、もうなんかかさぶたみたいになってて、ガサガサだったんですけど、今すごい綺麗になって、ますね。綺麗です。もうツルツルになりましたね、クマミン。はい、じゃあ、マロンいきます。マロン。出てた？はい、おはよう。はい、じゃあマロン。何その手の動き。マロン、マロン、ほら、はいはいはい、肉球ちょっと見せてもらうね。はい、マロンの肉球はじゃん、どうですかね。ちょっと待ってくださいね。マロンの肉球、よいしょ。あ、綺麗です。とても綺麗、ツルツルですね。マロンはもう元々綺麗だったですね。綺麗でしたね。はい、ありがとう。まだ寝んのかな、マロン。よし、ラテ、ラテおいで。連れてきました。はい、ラテ連れてきました。はい、肉球ちょっと見せてください。ラテ、肉球見せて。肉球見せてくれないかな。ふぅぅ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 。肉球ちょっとだけ見せて。肉球、はい、手でかいね、でかいね、手が。ラテもツルツルです。お、マロンも来ました。あー、はい、分かった分かった。あーあーあー。肉球ね、ガサガサなってる時もあると思うので、その時は僕らはツルツルになるやつを塗ってですね、この肉球が切れて血が出ないように対策をしてます。ツルツルでよかったです。またねー。